皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は先生が嫌いだから勉強しないと、こういうことを言っている皆さん、そういう人に向けてお話を進めていきます。勉強ができない、成績が悪い、その原因を先生が嫌いだから、こう言ってる人がいます。でも成績が悪いのはあなたが嫌いな先生のせいじゃないんです、ね、先生が嫌いだから成績が上がらない、私は被害者、成績が上がらない、勉強ができないのはあの先生のせい、私は被害者、ね、こう思ってるかもしれませんけれど、それって違うんですよ。あなたは被害者であり加害者でもある、このことに気づいてください。これはなぜかっていうと、成績が下がっている被害者は誰って言ったら生徒本人ですよね。先生が嫌いなあなた自身です。じゃああなたの成績を下げているのは誰ですか。あなたが嫌いな先生じゃないんですよ、ね、先生が勉強するなとか、あなたが一生懸命勉強してるのをやめさせたって、そんなことはないでしょ。じゃああなたの成績を下げている加害者、それは勉強しない生徒本人、勉強しないあなた自身なんですよね。それからあなたが勉強しないで成績が下がっても先生は困らない、このことも知っておきましょう。なぜかって、成績が下がって困るのはあなた自身でしょ。あなたを嫌っ、あなたが嫌っているか、あなたが嫌っている先生って別に何も困らないんですよ。なぜかっていうと、先生はあなたの学習態度やテストの結果をもとに成績をつけるだけ、ただこれだけですから、別にあなたが成績下がっても成績上がらなくても何も困らないんですよね。それからもう一つ大切なことがあります。先生が嫌いだからという理由で、もしあなたがその科目勉強しなかったらどうなるか、1年間先生が担当教科、これを変わることはほとんどありません。ですから先生が嫌いという理由で勉強しないということは、その科目1年分捨てることになっちゃうんですよね。週に2回、この授業だと1年間で50次元、これちょっと少なく感じるかもしれないんですけれど、学校って夏休みとか冬休みという長期休暇がありますし、いろんなイベントがあるので結構授業潰れて、だいたい週2回だと50次元程度、この時間数になります。それを全て捨てちゃうんですよね。じゃあ捨てた分どうなるか、どっかでカバーしなきゃいけないんですよ。新学年になった時、その新しい学年の勉強とは別に自分でこの捨ててしまった50次元の勉強をしなくてはいけないと。捨てたままじゃいけないの？いけないんですよ。だって入試ってあるでしょ。入試の時にきっとこの50次元の勉強の内容って入ってきますから、これ自分で50次元カバーしなきゃいけなくなっちゃうんですよ。でも90% 以上の人はこれ自分一人でこの50次元をカバーできるなんてことはありません。 90% というのはこれちょっと控えめで、ほぼ 100% に近い、まあ、99%、 98% 程度の人はこれはできないです。ですからもし1年間勉強捨てちゃったら入試にものすごい影響出ちゃうんですよね。ですから嫌いな先生のために自分の
成績を下げる、こんなことはやめてください。お願いします。今回は先生が嫌いだから勉強しないと、こういうタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。